クラシックとは違う裏拍のラテンのノリに大苦戦。それでも合わせることの楽しさ、リズムに乗れた時の気持ちよさを味わっています。それではプログラムナンバー19、チャーミーキトゥンの皆さんでエリーゼのためにラテンバージョンです。どうぞ。